金沢監視官。明治から発売予定の Xbox 万用ゲームサイコパスと連動した花沢監視官では、リスナーさんの何気ない日常を日記テイストで募集します。一見何気ない日記、しかしそこに犯罪の匂いがする。頑張ってそうなんです。ちょっと何今のちょっとチャチを入れてみました。ヤギ氏が、知らないふりしてるよ。知らない人のふりしてるよ。同期だろ。知りません。警察になったじゃねえかよ。知りません。ということで、お二人にはですね、新人監視官として今日は来ていただきました。よろしくお願いします。花沢監視官に敬礼。新人の山口さんです。よろしくお願いします。すげえ、新人。花沢監視官に敬礼。こいつできなそう。新人の戸松遥です。二人とも、よろしくな。お願いします。お願いします。今夜もリスナーのとある一日の日記が届いているので、紹介してもらいたいと思うのですが、じゃあまず、戸松さんから。はい。人柄ネーム、春巻さんからいただいたやつを、読みた。緊張してた。頑張れよ。お前ならできるって。ありがとう。俺自信ないよ。俺、頑張れよ。お前ならできる。信じてるよ。腰より長くね。俺はできる。じゃあ、読みます。はい。12月8日、電車に乗っていると、隣にセーターの上からでもわかるくらい、立派な胸をお持ちの女性が座った。待てこれ犯罪の匂いするよね。それだけでなく、僕の座席の前で、スマホを触りながら立つ女性は、思考の太ももをしていた。どちらを選んだらいいのか、僕は今までの人生で一番と言っていいほど迷った。でも、迷うことなんてなかったんだ。交互に見ればいい。だって僕は胸も太ももも好きなんだから。以上です。逮捕だよ、こんなやつ。なんつーの、胸と太ももにただ電車の中でハーハーしてるだけじゃんね。そうです、確かに。これ花沢先輩はお持ちではありません。お前ちょっと、お前上司になんてこと。黙ってらんなくて。お前上司になんてこと。正直なのがと、俺は知らねえぞ。いや、いいけどさ。持ってるかもしんないよ。ちゃんと見た。ほれ、ちょっと動画確認してみないよ。ちょっと、ごめんなさい、こっちで見ればあるかなと思って。お前もうこれ以上やめろよ、先輩を。お前笑ってんじゃねえか。笑ってんの。笑ってなんかないし。笑ってなんかないし。笑ってなんかないし。もう、言及だよ、君たち。すいませんでした。申し訳ございませんでした。じゃあちょっと気を取り直して、もうこいつを逮捕したから、じゃあ、ヤギさんに、はこのたぬきヒーローさんからいただいたやつを、は読みたまえ。あいついい女堂々としてて。読みます。今日は珍しく早く起きた。早く起きれたのも何かの縁なので、早めに学校に行くことにした。なるほど。電車に乗る。いつもとは違う時間帯の電車に乗ったので、当然座れず、車両の端っこに立つ。しばらくすると、女子高生が隣に立っているではないか。衝動が抑えられない右手を左手で抑える。しばらくすると今度は目の前にまた違う女子高生が立っているではないか。両手をポケットに封印する。女子高生に囲まれるなんて、早起きはなんて素晴らしいのだろう。しかし興奮もつかぬ間、僕は次の駅で降りなければいけない。しかしこんな時間を捨てるわけにはいかない。僕は次の駅を降りず幸せを堪能した。早起きって素晴らしい。以上であります。あのね、なんか総合力だった気がするよ。違反意識見えてなかったかもしれないけど、戸松さんね、戸松監視官ね、ずっとね、戸松はいつの間にか感情移入をしていました。
再現してくれてたんですけど。同期ですので。そうですよね。はっ、一心同体です。あの、こいつでもさ、手出そう、手を、なんなの、その右手を出した、右手はどうしたかったの、触れたかったのかな。そしたらもうアウトだよね。アウトです。アウトです。ですよね。はっ、じゃあもう逮捕か。はっ、あ、逮捕にしよう。はっ。二人とも、はっ、今夜はご苦労だった。はっ。さて、このコーナーでは引き続きね、皆さんの日常を日記にして番組までを送ってもらう。そしてここでお知らせです。Xbox ワイオゲームサイコパス選択なき幸福の公式サイトがリニューアルしました。へえ。サイトリニューアル記念として Twitter アイコンをプレゼントしていますので、皆さんぜひチェックしてください。お願いします。ということで、以上、花沢監視官でした。ではここで一曲。凛としてしぐれで、アブノーマル。